2009年のワールドバリスタチャンピオンシップにおけるバリスタグイリム・デイビーズ。ワールドバリスタチャンピオンシップは現在世界最高峰のバリスタの競技大会で各国のバリスタチャンピオンシップの優勝者たちによって世界タイトルが競われる。競技者たちは15分間のうちにコーヒー12杯を用意し休止するがその内訳はエスプレッソ、カプチーノ、 そして自身のアレンジを加えたシグネチャードリンクがそれぞれ4杯であり、これが4人の審判たちに強される。審査は2回行われ、1回目は予選ラウンドで、その成績上位6名が2回目の決勝ラウンドを競う。2007年に東京で開催された WBC は欧米以外の地域で開催された大会であり、アジアで拡大傾向にあったコーヒー消費の動向を 象徴したものであった。バリスタ競技の形式はノルウェーで作り出されたものであり、初期の WBC においてはスカンディナビア諸国のバリストたちが優勢であった。この大会はアメリカスペシャルティコーヒー協会とヨーロッパスペシャルティコーヒー協会が共同で権利を所有し、組織している。ありがとうございます。